不要になります。アクセス人数についてですね、ご相談いただいてます。海外事業希望の方、爆上げの方法ですね。アクセス人数、まあ、アクセス数ですね、爆上げしたいということなんですけども、アクセス数ですね、とにかく上げる方法っていうのはデータに基づいて動くってことですね。闇雲にやろうとしないってことですね。とにかくネットビジネスの場合、とにかく闇雲っていうのは良くないですね。例えば闇雲に記事をたくさん書く、たくさん動画を上げるとかですね、きちんとしたその戦略、正しいもう実績、結果の出るですね、方法に沿って、行動するっていうのは、間違いなく正しいんですけれども、闇雲っていうのはですね、手探りでやるっていうのは全くお勧めしないです。で、例えばこのアクセスを上げる場合のですね、爆上げしたいということなので、場合はですね、Google のサーチコンソールっていう無料で使えるツールがあるんですよね。データ分析の。で、これのクエリっていうこと